岡山県はいろんな岩場にですねアクセスが良かったので、このままサラリーマンを続けていくのか、なんか改良して趣味を仕事にするのかっていうふうに悩んだ末に、趣味を仕事にしてみようかな。昔は競技者とか趣味としてボルダリングやってきましたけど、今はボルダリングの楽しさを伝えるっていうことが楽しいっていうふうに感じてます。僕がここにお店を開いてくれてよかったっていうふうにお客さんに言ってもらえる時が一番嬉しいです。宝冠町は下町な雰囲気というか、人と人との距離が近くていい雰囲気だなと思いますね。まだまだ空き家になったりとか、商売やめた店舗とかがあってですね、あんまり活用されてないなって感じていて、せっかくまあ僕らこう宿泊施設で外の人を岡山に呼ぶようなこういう仕事をしているので、まあ町と外からやってきた人のこう接点というか、まあそういう助けができればいいなと思っています。まあ、金メダルを取るのをまずは目標に、普段からワールドカップサイズのジャンプ台で練習するっていうので岡山に来ました。別にその地方から世界でっていうのはできることだし、地方にいるから東京にいるからっていうのはそこまで関係ない気がします。今まだ若い子たちは自分が何やろうって決まってない人も多いと思うから、なんか自分からいろんな場所に出向いて、まあ、旅行行くでもイベントに行くとかでもいいから、いろんなとこで歩いていろんなものをまず見てほしいです。